プルンとね、適当に切ってもらえればいいと思います。うまいわーってね、言いづらいんですよね。こんにちは、ウオケンです。今日の食材はこちら。こちらがね、一色魚村で購入してきたホヤになります。このね、ホヤという食材はものすごくね、好き嫌いが分かれる食材になりますし、そもそもね、どうやって食べたらいいかわからないって人も多いかと思いますので、今日はね、こちらをちゃちゃっとね、さばいて、そしてね、いただいていきます。それじゃあね、調理をしていきましょう。まずね、ホヤのさばき方、いろいろあるかとは思うんですけども、基本的にはこの突起がね、2つあるんですけど、プラスの突起とね、マイナスの突起とあるんですけども、これはね、すごくね、分かりにくいな。で、基本的にはね、あのプラスの突起から切るなんてことをね、言われると思うんですけども、今日はね、もうすごくね、簡単にさばいてしまいますので、プラスの突起もね、マイナスの突起もね、まあ、関係なく、まずね、ここをね、落としていきます。まあ、とはいってもね、一応プラスっぽい方からね、まあ、こっちからね、切ってみますか。おー、水がすごい。これね、ホヤをさばくときはね、こうやって水がね、ドバーッと出ますんでね、ここだけね、注意してください。そしたらね、ちょっとこの水を一旦切ります。はい、ってことでね、ちょっとね、今シンクのところでこういう形でね、水をね、切りました。そしたらね、今度はもう一つの残ってる時、こちらをね、切っていきます。はい、こんな感じでね、切れました。そしたらね、またね、この中の水分を一旦ね、シンクの方に流していきます。はい、こんな感じでね、一応ね、今シンクのところでね、まあ、こういう形で水をね、流しました。そしてね、今はこのね、中に入っているホヤの水捨ててしまいましたけども、このね、ホヤの水、これをね、使って洗浄する方法もありますけども、今日はね、まあ、簡単にさばく兼ね合いで中のね、水は全部捨ててます。そしたらね、まあ、ここら辺からね、半分に割りますか。まあ、こんな感じでこのね、ホヤの皮を剥いてもらって、このオレンジの中身を取り出すと、プルンとね、まあ、こんな感じでね、綺麗に取れますんでね。そしてね、こっちの皮は食べませんので、こちらは捨ててしまいます。はい、ということでね、まあ、こんな形でホヤのね、中身だけ取り出すことができました。そしたらね、これを半分に切っていきます。半分にね、半分に。そうするとね、まあ、こういったね、まあ、中にね、黒い内臓が入ってますので、基本的にはね、この黒い部分を全部除去する形になります。黒いところを取っちゃうと、こんな形でね。そしてここのね、黒いところも取ってしまうと、こんな感じですかね。黒いところを取ってしまいます。はい、こんな感じでね、黒い内臓を除去した状態になります。そしたらね、あと残ってないかどうかね、まあ、綺麗にチェックだけしてください。で、表面のね、黒いところは綺麗に取れるんですけどもと、ね、中にたまに入ってる場合がありますので、まあ、こんな形でね、触りながらチェックしてみてください。でね、もしかして怪しそうなところは少しね、ここ切れ目を入れてチェックしてみてください。こんな形でね、チェックして、これ大丈夫ですね。じゃ反対も、こんな形で基本的にはね、黒い部分だけ除去すれば
あとは食べることができます。あ、少しね残ってましたね、このね黒いところね、こんな形で取ってしまいます。はい、ということでね、まあ、こんな形で完成となります。で、あとはね、先ほど一番最初ねさばいた時の突起の部分、ここにねこうちょっと赤色の部分ついてますので、ここはね魚剣はねあんまり好きじゃないので、ここはね取ってしまいます。反対の方もねチェックして、あ、ここですかね、ここね、ここの赤いところね、ここはね取ってしまいます。よし、いいかな。よし、こんな感じでいいですかね。それではね、まあ、ここまで綺麗にできたら、ささっとね軽く水洗いをして、それからねお刺身状に切っていきます。はい、ということでね、まあ、こんな感じで綺麗にね水洗いしました。水洗いするね工程はできるだけね手早くやってください。そしてねホヤが好きな人は一番最初にね捨ててしまったホヤの水、あの水を使ってね洗う人もいますので、こちらはねお好みになるかと思います。今日はね簡単に水洗いでやってます。そしたらねあとはこちらを切ってお刺身としてね食べるだけになりますので、こちらをね切っていきます。それじゃあね、まあ、こんな形でまずねわかめを準備して、あとねホヤを切って盛り付けていきます。もうね切り方はね特に決まりはないかと思います。普通にねこう糸作りというかね、まっすぐまっすぐね縦に切るだけでも全然大丈夫だと思います。食べやすいね大きさに適当に切ってもらえればいいと思います。そしたらねこのまま盛り付けると、そしたらねこっちのもう一個も切っていきます。食感をね変えるためにこっちはねちょっと四角く切ってみますか、まあ、こんな形でね切って食べるのもいいかと思います、まあ、こんな形でねということでね、まあ、こんな形でね、まあ、簡単にホヤがさばけました。テーブルに持ってって食べていきましょう。はい、ということでねホヤのお刺身が完成しました。まあ、こんな形でね、まあ、ホヤのお刺身そんなにね難しくなくさばけますので、ぜひね一回試してみるといいと思います。そしてね今日はホヤのお刺身とこちらがね焼酎の水割りになってます。ちょっとね季節も夏になってきてかなりね暑くなってきましたので、氷をねたっぷり入れた焼酎でねこちらのホヤをいただいていきます。それじゃあねまず乾杯からいかしてください。それじゃあ皆さんお疲れ様、乾杯。うまい。いやー、冷えたねこの焼酎の水割りね、キリッとしててね美味しいですね。それじゃあね早速ねホヤをいただいていきます。とりあえずね魚剣的にはホヤはね、まあ、味付けなしで食べるのが基本かなと思ってますので、まずはね味付けのない状態でいただいてみます。じゃあねこんな形で四角く切ってやつにしましょうかね。はい、こんな形になってます。じゃあこちらいただいていきます。独特なねこの風味、これはねうまいわってね言いづらいんですよね。なぜならねこのホヤはね
ダメな人はね、多分何してもダメなんですよ。そしてね、味なしで食べるとそのね、癖の強さがね、ダイレクトに来ますので、魚拳的にはこれはうまいです。うまいんですけど、なかなかね、万人受けする味とはね、ちょっと言い難いかなって思います。じゃあね、今は味付けなしで食べてみたんですけども、魚拳はね、この和風ドレッシング、このね、和風ドレッシングをつけていただいていきます。じゃあね、同じように、まあ、こんな形でね、ホヤを手に取って和風ドレッシングをね、しっかりつけて、はい、こんな形でね、ホヤの和風ドレッシング和えと、こちらいただきます。うん、あ、この方がね、やっぱりね、このホヤの癖がね、若干ですけど和らぎます。うん、こうね、和風ドレッシングとか、あとはね、ポン酢なんていうのもね、いいかと思います。何にしてもね、こうさっぱりする感じのタレとかね、そういうものをつけて食べると美味しいかと思います。じゃあね、もう一口ね、ホヤいかしてください。今度はね、四角切った方じゃなくて長細く切った方にしましょうか。はい、こんな感じでね、長く切った方ですね。こちらもね、和風ドレッシングでいただいていきます。このね、和風ドレッシングをしっかり絡めて、これね、場合によっては少しね、漬けみたいにして食べても癖がね、減って食べやすくなるかもしれません。ちょっとね、いろいろ試してみると楽しいかと思います。それじゃあね、こちらいただきます。うん、やっぱね、うまいわーって言いづらいですね、これは。じゃあね、ホヤを食べたんで焼酎いかしてください。焼酎いただきます。あー、うまい。いや、こっちでうまいって言っちゃいけないんですけど、ホヤのね、この癖のある味、これがね、焼酎の水割りでスーッとね、流れていく、この感覚、これはね、なかなか美味しいですよ。そしてね、ホヤは食べた瞬間よりも食べ終わった後にこのね、口に残る風味、これをね、楽しんでもらいたいですね。ということでね、まあ、今日はこんな形でホヤをさばいてお刺身にしてね、食べてみました。さばく手順としてもね、今日はね、簡単バージョンで作ってますので、非常にね、簡単にさばいて、簡単にね、調理して、まあ、こういったね、お刺身の形にすることができますので、ぜひね、一回試してみてはいかがでしょうか。ちなみにね、今回このホヤ、一色魚村で1つ100円で売っていました。100円でね、まあ、こういったね、ホヤのお刺身楽しめますので、もしよろしければ一度挑戦してみてはいかがでしょうか。ホヤをね、食べたことない人もね、ぜひね、一回チャレンジしてみると面白いかと思います。あとはね、他にもこんな食べ方あるよみたいなことをね、いろいろコメントで教えていただけると助かります。この動画に関するコメントを下のコメント欄使ってもらって、いろいろと書いてみてください。あとですね、チャンネル登録もまだまだお願いしてますので、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それじゃあ最後の挨拶をして終わります。それじゃあ皆さん、グッドラック。